はい、こんにちは。今回はですね、これはあの横浜駅なんですけど、シャル・ニューマン・ティージョイってありますね。横浜駅からです。もうこちらは東京ですね。はい、東京タワーが見えて、すごい青空ですね。はい、今回新橋です。新橋駅が最寄り、この烏森口、こちらが、近い出口になりますかね。はい、特徴的な建物がありつつ、行きすがらこのうなととって読むんですかね、うなぎ屋さん、なんかいい感じのいい香りが出てましたね。はい、を通りつつ来ました、こちらです。はい、新橋の駅が最寄りの麺屋味方ですね。もう外で待ってますね。はい、これがまあ比較的大きい通りからの入り口のところですね。近くにあのレンタル自転車がありますので、ステーションがありますので、レンタル自転車でもいいかもしれないです。はい、先ほどの路地を入っていきます。タコライスのお店があって、駐車場タイムスがあって、はい、並んでます。こんな感じですね。はい、まずは、食券を買ってから並ぶというスタイルになってますね。はい、で、並んでいる間に、量を、麺の量を聞かれますので、これを覚えておくというか、自分はどれにしようかなというふうに考えておいてください。私は今回ゆで前150、麺や味方でいうちょっと少なめになるんですかね、をお願いする予定です。はい、時間としてはですね、平日の、12時27分にお店に着いて、食券をまず買って並び始めると、並んで、いる順番としては外で、8番目ですね。私が8番目になっております。はい、それでは待っていましょう。はい、先に食券ですね。食券を買います。ラーメン汁なしがありますね。はい、ちょっとぶれちゃいましたが、こちらはトッピング関係ですね。キムチ、チーズ、海苔、カレー粉なんかがありますね。アイスコーヒーとか書いてありますね。このまかないサンドっていうのも、まあ今バツがついてますけど、ちょっと気になるところです。はい、外観がこちら、麺屋味方外観がこちらですね。汁なし900円を買いました。はい、すごい青空です。駐車場はですね、光を遮る、太陽を遮るものがないので、帽子かなんかかぶってきた方がいいかもしれません。はい、扇風機がお店の前に準備してあって、これはなかなかいい感じです。あとガーデニングが結構なんかいい感じで、女性一人のお客さんとかもいらっしゃいましたね。はい、ちょうどブルーインパルスが飛んでったところです。はい、シューッと飛んできましたね。はい、あのオリンピックの練習みたいですよね。はい、ひまわりじゃないな、これでも上の方のはひまわりみたいですね。はい、が咲いてますと言ったところで、はい、でなんか、窓に貼ってあったんで、これもパシャッと撮ってきました。昼の部が通常だと16時まで、夜は17時半から20時までで、麺豚切れで閉店という感じです。あと朝の部っていうのもあるんですね。7時から9時まで、緑の枠のみって書いてあったんですけど、やる日が限られているみたいですね。まかないサンド&ホットコーヒーのみのご提供ということでした。はい、で12時46分に着席、カウンター5席のみのお店ですね。中もガーデニングがしてあってですね、すごく、おしゃれ感といいますか、なんかちょっといい感じです。はい、でラジオの音と扇風機の音でなんかこうちょっと気持ちいいですね。で、12時45、9分に、どうしますかって聞かれましたんで、コールということですね。出来上がる寸前にコールを聞かれるので答えると。で今回ニンニク少なめ油というふうに、伝えました。12時49分ですから20分ぐらい待って、着丼という感じですかね。今回、少なめ、ゆで前 150g の汁なしになってます。
1曲しかない。こんな感じですね。チャーシューがですね、ごついです、分厚く大きいのが1枚ですね、なんですけどすごく柔らかいです。もう本当に歯がいらないような感じですね、はい、もうお箸で持つだけで、自分の重みでどん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 崩れていっちゃう感じですね、はい、かなり分厚く切られてますね。でもトロトロで柔らかいです。麺は、太麺ちょっと平らっぽい感じで、な太麺なんですけど、これがすごく他のお店と比べて、もちもち感が高いですね、はい、もちもち感の高い、太麺になってますね、はい、でもちもち感が高いんですけど、ちゃんと二郎インスパイア系らしさといいますか、のもあります。十分食べ応えありますので、ご安心ください。でタレですね、タレはですねちょっと甘めに、甘めの方に、寄ってる感じですかね、はい、甘じょっぱいっていう感じじゃないですか。あれよりもちょっと甘いような感じですかね。で麺がもちもちっていう感じなので、若干こううどんを連想させるような、そんな感じの汁なりしでした。はい、で美味しいです。しっかり濃いめの醤油に、甘系によってですね、もちもちっとした太麺がしっかりがっつりくると。ゆで米150なんですけど若干少ないかなって感じたんですけど、200だとちょっと私には多いかもしれないです、はい、でチャーシューはもう例によって歯がいらないぐらいの感じですね。もうトロトロとろけていくっていう感じで、こちらも美味しいです。で甘めによっているタレではあるんですけど、だからといってチャーシューにそんなに、なんかチャーシューが甘いのかって そっち系ではないですね、はい、隣の人はですね結構胡椒を頻繁にかけてましたね、テーブル胡椒なんかもありますんで、まあ、それを使って好みの味で食べていくっていう感じですかね、はい、さらっとゆで米150いただきました。美味しかったです、はい、麺屋味方ですね、美味しかったです。またぜひですね、今度は汁なしじゃない方も試してみたいなという感じのお店でした。待ち時間も少なくてですね、いいなという感じです。また新橋の、街並みが良かったです、はい、こういったお蕎麦をこう自転車で、持っていく岡持ち店でしたっけの人がいたりして、いい感じでした、はい、ごちそうさまです。